どうもお疲れ様です。うまきち競馬予想うまきちでございます。今週もよろしくお願いいたします。はい、ですね、宝塚記念が終わりましてですね、牝馬のねマリアライトが11年ぶりにね牝馬で優勝ということでね、馬券の方もね、マリアライトを一応馬連と3連複で買っておりましたんでね、馬連がね500円ほど買ってたんでね、一応1万円超えた感じですね。当日ね現場で見てたんですけどね、もう最後ね「マリアー！」ってね叫んでました これでね、春のね G1 の方が、一応一段落ということで、今週からね、夏競馬ということでね、中京と福島と函館でね、開催されます。まずね一発目のね、ラジオ日経賞の方からね予想していきたいと思います。ゼービンとこちら、本命にしたいと思います。ゼービンとはね、前走ね、プリンシパルステークスでね、出遅れながらもね、直線でね、鋭く伸びて3着まで追い上げました。これでね、4戦連続最速、上がり最速をね、マークしております。ね、お父さんディープインパクト、父譲りのね、瞬発力がね、炸裂すればね、ちょっと面白いかなと思います。それから対抗にロードバンドールですね。こちらね逃げ馬でね、一応短期で逃げる感じになりそうです。開幕週のね馬場でね、ちょっとお天気の方がね日曜日どうなるかなんですが、前走もね逃げて快勝してるようにね、開幕の馬場でねうまく流れにね乗れれば頭もあるんじゃないかなと思います。それから3番手にブラックスピネルですね。こちらね賞金不足でねダービーには出れませんでしたけども、まあ実績ではね、今回のメンバーではやっぱ1枚上かなと。昨年のね秋のねハギステークスオープンでね、スマートオーディンをね抑えて買っております。まあ、評価できるんじゃないでしょうかね。あとはね、アーバンキッド、ピックミタッチ、ジョルジオ3区、まあ、ここまでを抑えたいと思います。買い目の方なんですが、本命のゼービントを軸に、3連複と3連単をね、以下5頭の方に流していく形で、いきたいと思います。今月はね、7月の17日のね、3週目の時に、ね、函館記念のある日にですね、中京競馬場の方にね、初めて、ちょっと遠征、する予定です。まあ、こちらもね、楽しみなんですけどね、今週と来週でね、ちょっと資金をね、なんとか、ちょっと増やしてね、いきたいと思っております。はい、それではね、ラジオ日経賞の予想の方を終わりたいと思います。